アキラ。お兄さん。やって。じゃあアキラお兄さん、なんかクリスマスの歌かなんかお願いします。いや、歌大丈夫なんですか。え？大丈夫大丈夫。YouTube 大丈夫大丈夫です。だって歌歌うだけなんで。We wish you a Merry Christmas. We wish you a… はい、どうぞお願いします。こんにちは、アキラお兄さん。バイー。何俺の We wish you a Christmas を歌わされたのは何？クリスマスなんで。クリスマス直前、直前企画、直前企画、はい、はい、コンビニのスイーツ食べてるべー。以前一回やりましたよね。やりましたね。はいはいはい、はいはいはい、それの、まあ、クリスマスなんで、はい、3社、はい、やっぱりケーキをね、はい、出してきてるんですよ、はいはい、それどれがうまいの。なんか前めちゃくちゃ結構数あったじゃないですか。はいはいはい、はい、今回厳選されてますよ。あ、そうですか。まあ、ケーキっていうものに。いや、ケーキっていうものに絞ってるんですよ。絞ってます、はいはい、あんまり売ってないの。売ってない、うん、まだちょっと早かった。収録がね、まだちょっと早いという、うん、ちょっと早かった。そういうことですね。はい、ね、いろいろあります。こちらが、はい、ローソンさんですね。ローソンの溺れクリームのパンケーキ、はい、めちゃくちゃうまそう。溺れてますもん。だって溺れてるね。溺れてますよ。でこちらがセブンイレブンですか。そう、唯一あったのショートケーキがスペシャルイチゴショー。はいはいはい、それがセブン。でこちらもセブンですね。はい、はい、あ、生チョコミルククレープはい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 、はい、ミルククレープ大好きです。ああ、はい、本当ですか。でこちらがふわふわケーキオムレット。なんか最近人気みたいですよ、はい、チョコとチーズ、はい、これを食べていこう、食べていこうということで、まあ皆さんも知ってると思います、アキラお兄さんはよりスタンダードが好きという、うんうんうん、ところがあるんで、いちごショートが有利なんじゃないかなと、うん、なるほどなるほど、普通には思ってるんですけど、期待しているのは、うん、はい、溺れクリームのパンケーキと、あー、そうですか、ふわふわオムレットのチョコ。おお、はい、あれ全部食べたことないですか。まだないですね。おお、はい、じゃあ早速食べてみましょう。食べていきます、はい、いただきます。さあ何からいきましょうかね。スタンダード一回いきましょうか、ね、スタンダードいきますか。え、じゃない、普通いちごショートからいかへん。あ、そう、この並べやった。じゃあいきましょう。オープン。うえしょい。はい、こちらショート。あー、いただきます。まあ間違いないです、ね、あ、ちゃんとしたイチゴなんですか、間のやつは。ちゃんと酸味もありつつ、イチゴのジャムというか。あ、ジャムなんだ。ジュレ的な感じ。あ、うん、比較的さっぱりしてるショートケーキな気がします。あ、はい、なるほど。続きまして、じゃあちょっとミルクレープいってみますか、うん、はい、はい、ミルクレープはほんまに好き。いただきます。うん、おいしい。濃厚です。この生チョコがすごい濃厚なので、生地も柔らかくてすごくいいですね。お、バランスはすごくいいです。でもそんなに甘くない。そうなんですか、ビター。はい、どっちかっていうと大人をターゲットにしてるような気がします。へ、はい、続きまして、じゃあふわふわオムレットのチーズ一回いっとこうかな。ハンガの、うん、チーズ系のお菓子ってめっちゃうまいですよね。ああ、そう、はい、ただアキラお兄さんそんなに、あのニューヨークチーズケーキとか、うんうん、ああいうレアチーズケーキとか、うん、そんなにあの上がらないんですよ。すごいクリームたっぷり。ほんとだ、あふれクリームです。あふれクリーム、いただきます。うまいちょっと期待度が低かった分ね、その分、うん、うまい。おお、ふわふわケーキがほんまにふわふわやし、うん、チーズのホイップが最高です。本当ですか。うん、これはちょっとびっくりしましたね。グググンと評価を上げました。うん、濃厚なチーズなんですけども、はいはい、舌触りがそのクリームもふわふわなケーキもいいので、めちゃくちゃうまいです。これはちょっとテンション上がったな。うまいな。うまいよ。これうまいよね。うん。うまい。ここでチョコがどうなるかっていうね。なるほどね。いや、これうまいやん、絶対。ね、こちらでございます。じゃあ、出していきます。うまい。うまいです。生地もふわふわをキープしながら、うん、チョコのビターさもありつつ、うん、でこの生クリーム美味しいですね。で生クリームが結構たっぷり入ってるんで、はい、サクサク食べれるというか、これ1個やったら足りひんのんじゃんって思ってしまうような、うん、感じですね。ちょっとまだ暫定とか聞くのやめときますね。5個やからね、うん、5個だから。でです、私が今期待値が高いやつですね、はいはいはい、
おぼれクリームのパンケーキという、はい、めちゃめちゃ溺れてるもんね。いただきます。見てこのクリームの量すごいな。いただきます。うまいです。すごいね、溺れ具合ね。溺れ具合、ほんまに溺れてるんですよ。でも思ってた順位とちょっと私違いますね。違いますか。はい、全然違いましたね。じゃあちょっと悩んどいていただいて。はい、難しいですねこれは。はい、と何位からいきますか。じゃあ7位で。ばあちゃんが作ってくれたお団子低いな、7位。あ、やべ、7個もなかった。ないんですよ。ないから言ってるんですよ。何位からいきましょう。じゃあ4からいきましょう。4からですか、はい、じゃあ第4位。4位、いちごのショートでございます。おー、4位。はい、そこまで特徴があったかというと、うん、ショートケーキというものの中で、うん、褒めるポイントというのはなかったかなという気がしました。僕5位なんで。あ、5位ですか。5位です。あ、はいはいはい。でもわからないこともない。僕好きなんで、いちごのショートが。はい、僕も好きですよ。スペシャルいちごショートって歌うんだったらもうちょっといちご欲しいな。いちごがちょっと足りないですよね。足りないし、はい、中のやつもジュレじゃなく、はい、いちごやったらね、またちょっと違ったかもしれないですけど。わかります。じゃあ3位いきますか。はい、はい、第3位は、はい、はい、こちらですね。ふわふわケーキオムレットのチョコでございます。おお、はい、あの美味しかったですけどもね、はい、なんですけどももう一個伸びきらずという感じでした。ライバルもちょっと強かったっていうのもありますかね。そうなんです、うん、分かりますよ。そこ1位2位ちょっともう僕分かってますから。あ、もう分かってるんですか。はい、はい、そう、第2位は、第2位、はい、溺れクリームのパンケーキ。はい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 、はい、こちら美味しかったです。美味しかったんですけども、うんうん、あの普通に溺れてない方が僕は順位が良かったなと思います。そうなんですか。あの溺れクリームにしたことによってちょっとハードルが上がりすぎてるというか、うん、あ、溺れっていうその十分うまいんですけど、もう一個ハードル上げてるなという気がしました。あ、なるほど、はい、あとこれね、あの糖質 25% オフ の、 あの溺れらしいです。あ、そうなんですね、はい、あ、そういうこともあってすごい、あ、そういうのを加味するとまたあれですけど、うん、私はそれも知らなかったし。でも確かにあっさりしてましたよね、クリームが。あっさりしてるんですよ、うん、はい、だから溺れたんですけどそこまで溺れきられへんかったという溺れきれなかった感じがありました。で第1位は、1位ですね、はい、はい、いやー参りました。はい、ふわふわ経験になったチーズ。あー、これはうまかったですね。やっぱり僕は基本チーズ系のデザートにあんま手出さないんですけど、うん、これは出してしまいますね。うん、なるほど。ということで結果、私の中で、はい、最下位、まあ5位ですね、うんうん、生チョコミルクレープと、うん、なりましたね。そうでしたね。そうですね、やっぱミルクレープを超えていってない感じ。なるほど。あとビターさがちょっと際立ちすぎている感じもちょっと私はしましたね。なるほど、はい、いかがでしたか。僕は5位で、はい、5位、5位、4位、はい、こうですね。ああ、そう、はい、あ、これ1位いった。1位いきましたね。いや、やっぱり僕みたいなデブには、うん、この糖質 25% オフは糖質か、ここです。もうこれがなければこうでしたね。いや、これめっちゃうまかった。うまさはね、ちょっと際立ってる。いや、際立ってますよ、びっくりした、はい、ここはちょっと、はい、まあ、好みもね、あるでしょうね。まあ、これもまあ、あるでしょうが、うん、あとちょっと期待しすぎてた、これにはスペシャル入ってる。スペシャル入ってるから、スペシャル入れちゃったらなんですよね、なんですけど、やっぱパッと見た時にこのいちごの薄さとかね、見て、うん、もう気持ち頑張ってほしい。あの値段上げてもらっていいんで、もうちょっとこう頑張ってほしいなと。これだから、これがね、はい、ここだったらいいんだけどね、はいはい、ここがここポンってやってという浜谷からのクレームがいただきましたけども本当に申し訳ございません。はい、というわけで、今回はこういった順位になりましたので、はい、皆さんも一度食べてみて皆さんなりの順位を決めてみたらいかがでしょうか。というわけで、はい、また次回、さよなら、バイン。けん玉じゃんけんよー、けん玉じゃんけん、じゃんけんよー。グーでした。というわけで、この
持ち方の人の勝ち。